はい、どうもミヒトです。前回の続きですね。はい、魔物の軍を討伐した後そのままです。その後寝ただけです。じゃあやっていきましょうか。誰に話しかけようかな。おっさん、またも魔物たちの襲撃を受けてしまったか。ミヒトよ、我が輩は魔物たちからこの町を守る、この町を守る術を探すべく寝る間も惜しんでメルキドロクの開拓に明け暮れておったな。大木槌の里のさらに奥の奥、メルキド山岳を越えたあたりにとある城があり、そこに石の守りと呼ばれる魔物を撃退する装置の手がかりがあるらしいのだ。そこでな、ミヒト、コンパスを頼りにその城まで行き、石の守りの作り方を。なに、人使いが荒すぎる。最近お使いが多すぎるだと。だー、なんという、なんということを言うのだ、ミヒト。お主は伝説のビルダーなのだ。ものづくりの力で皆を救う特別な存在なのだぞ。文句言わずにコンパスで城を見つけ、石の守りをの手がかりを掴んでくるのだ。めんちゃーん。これ持ってっとくか。革袋、革袋いらねえけど、まあこれでいいか。キメラの羽は使い物にならねえから置いとこうか。で、命の木の実を食べて、石の剣の代わりに銅の剣もう一本持ってっとくか。おっと、作れるよな。オッケー、 I get to。 で、こっちの方にこれ入れとこう。宝箱、お、この宝箱も開けれるんだな。あら、宝箱の間を作った。作ったかな。え、みんな来たよ。そんないいか。まあ行こうかな。装備はこっちで行けるかな。これで大丈夫っしょ。行こう、行くぞって。帰ってきた。さて行くか。さらに奥だったろ。え、なんだあいつ、登りたい登りたいって言ってたけど、無視。ああいうのは無視だ。また今度来りゃいい。じゃあとにかくおっさんの言ってたことやるか。でも確かこっちから行かないとダメなんだよな。スライムベース、あんたはちょっと買っていく。あんたは買っていく。攻撃してくんじゃねえ。よいしょ。ここなんかありそうだな。やめた。お前と戦う気はないんだけど。なんだこれ、返事がない。ただの屍のようだ。ここは誰かの家だったのだろうか。修理すれば寝泊まりできそうだ。ちょっと待って、まずね、修理以前にね、倒したし、銅の剣強っ。おおおおお、すげえな。いや絶対止まらないけど、こういうのだけもらっていくわ。ちょっと狭い狭いから、こういう家じゃなくてもうちょっと広いところに泊まりたいっす。だから開いて置いていく。おお、これは大丈夫か。行くか。大丈夫だろう。未来にだ、死にかけた。危ない危ない、死にかけるとこだった。じゃあ行きますか。腹減ってるな。ただキノコを焼いただけだが、これがまたうまい。でキノコちょっと最近食いすぎだからな、買っていかねえと。おお、落ちたかと思った一瞬。キノコがいっぱい、キノコがいっぱいだ。ドラキーがいた。だがお前は虫だ。これ木か、木か。ここら辺はまだスライムがいるレベルなのかな。
で、ここでさっきの兵士の末裔とやらを助けて、あれあれ、俺は一体どこに来てしまったんだ。カルクッタが超迷子だ。え、怖っ怖っ。嘘やろ、夜になってたか。夜になっちゃったっぽいね。これ見えないんだよ夜は。夜ってこんな怖いの？怖すぎるだろ。めっちゃ帰りてえ、怖っ。あ、なんすんねん。おお、俺は一体どこにいるんだ。この次で無理やり倒す。俺は一体どこにいるのか。帰ろう。これは帰った方がいい気がするよ。持ち物で帰れるか。キメラの翼は、あれ、キメラの翼ない感じ。キメラの翼はないだと。ないか、ならどうする。夜が明けるのを待つか。タイマツはここいところだ。ここいて、怖っ、暗っ。おお、怖っ、めっちゃ怖い。ほら、あんなとこにいたのか。あんなとこにいたのか。何してたんだよ。あー怖っ、あー怖っ、怖かった。このゲームの夜はすんごい怖いな。はバカじゃねえの。アホだろ、ちょっと待て。あ、ほかーい。こいつなんだっけ、大サドリだっけ。いや、いける、ご利用して。オッケー。
死にたくない。潜潜っちょ。何だったんだいきなり。これ城の跡か。あーやめて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 。おお、ここは修理すれば使えるパティン。俺の部屋に入ってくるな、入ってくるなって入ってきやがる。岩山の先にある城塞から僕はどうにかここまで逃げてきた。あそこはやばい。あの城塞には魔物が住んでいる。あの城塞はメルギドの人間の最後の希望だと思っていたのに、あそこには何があっても絶対に近づかない方がいい。かなり昔に書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。寝ようぜ。部屋の条件を満たしていない。これだろう。これをポンってすればオッケー、帰れるぞ。待て、これでな、傷薬をな、作れるだけ作ってこうぜ。オッケー。あとは松明を作れるだけ作ってこうぜ。キメラの翼を作ってこうぜ。オッケー。いやー、びっくりした。さっきの暗さはやばかったな。じゃあ一旦寝ようか。といったところで終了です。ご視聴ありがとうございました。今回はすっごい迷いましたね。夜があんなに怖いとは思いませんでしたご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。